センチュリートヨタビルは愛知県名古屋市中村区名駅にある超高層ビルである。JR セントラルタワーズに名古屋マリオットアソシアホテルが開業したことで激化した競争に敗れて閉鎖された名古屋とホテルの跡地を買収して建設された。ミッドランドスクエアの建設に伴いトヨタビルが解体されることになり同ビルに入居していた。 豊田通商や中日本工業の映画館、ピカデリー等を一時的ではなく、高級的に移転させることを目的に設計、施行されたビルである。宮古地下街を通じて、名古屋駅まで地下街でつながる、仮想会には飲食店が入居し、1階より上層部は、豊田通商名古屋本社及び、各豊か通りグループ企業が入居している。また、 第二トヨタビル建て替えプロジェクトに伴い、跡地に、豊田通商及び豊通りグループが入居する、シンフォニートヨタビルが建設された。それに伴い、2016年9月16日、これらの都は武道産単独所有ビル4棟を地下で結び、天候などに左右されず、人々が回遊できる地下通路、地下環状ネットワークが、同ビルにも設置された。沿いには、 サンクンガーデンとピロティが設けられ、ゆとりのあるウエントランスが演出され、高級感を出す設計がなされている。クリスマスシーズンになると、イルミネーションが催される。ありがとうございます。